すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作稼働。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B、ロスト、装備、HO229 のキャンセラー、効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブン、ロスト。ワンディロスト、規定により早期 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。オペレーター 6O、 陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、地形情報を入手してください。了解。近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。破壊を確認。いや。
標大型兵器。司令、当該デジは目標ではない。速やかな排除を推奨。簡単に言う。レーザー通信回復。ポッドプログラムのダウンロード終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除。不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。トゥービーさん、僕嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B。 広いなこの廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から3分、機材移動中。作業発信が25番速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。防弾タイプの敵を確認。近接攻撃を推奨。分かってる。一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。
環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。強力なジャミングを探知、遠距離通信応答なし。倒せばいい。超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。退避。開始します。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。ロンリーウイルスワクチン、それと非推奨。
当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。先制を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私も。